ここを抜けりゃ五番マゴロだ。思ってたより大変そう。まあなんとかなるだろう。あれが五番マゴロの柱だ。道順はプラン E の次は F、G、H ってな。続きがあったのか。F はこの区画の名前。G を抜けて H まで向かう。 H にあるリフトで魔鉱炉の近くまで行けるの。ビックスもその先で待ってるはず。もう日が傾き始めてるね。うん、行くぞ。シンラに泡を吹かせてやる。うん、うん。黙って進め。下見なければ平気だよ。案外つぶてんのお前ら。扉の先が G か。かろうじて生きてるか。動くかな。ダメだな。ねえ、これ電力不足時の対処法だって。ライトを消せば非常用電力を確保できるのか。ライトってもしかしてスラムの太陽？スラムを照らすライトのことをそう呼んでるの。そいつを消せば扉が開くってわけか。でも太陽が消えたら困るよね、4番街の人たち。魔鉱炉をぶっ壊したらどっちにしたって消えちまう。そうだったね。戻るぞ。スラムの太陽のせいで電力不足なのか。さあな、点検をサボってるだけじゃねえか。明るいのは便利だけど、たくさん魔法を消費してるんだね。こうして見ると大きいね。スイッチははしごの上か。げえな。俺が行こう。うん、下で待ってね。非常用電力の供給を確認。ゲートの再起動を開始します。よっしゃ、うまくいったな。うん、ありがとうクラウド。これで G までは達成だな。うん、あとは魔鉱炉を目印に。この眉、奴らの巣穴へようこそって感じが。こりゃちっ、どこまで腐ってやがんだこのピザはよ。気づいたか。誰がてめえの細っこい体が吹き飛ばされねえかってこっちゃ。もう急いでるんでしょ。おう、ついてこい。いい風吹いてんな。全然良くない。
メだから。おう、渡り切ったね。もうすぐ爆発するぞ。俺はいいから、ティファを。いろいろ悪かったな。これで終わりみたいな言い方をするな。クラード、いるぞ。ティファ。クラウド。7番街へ急がなくちゃ。あ。エアリス巻き込んじゃうね。分かってくれる。どういう知り合いなの？助けられて、助けて、また助けられてる。ごまかしてない？どうして助けてくれるのかな。うん、あ、いった。ここに住んでるのかな。コルネオが飼ってるのかもな。餌は。ホヒー。ねえ、コルネオの話信じる？プレートを落とすなんてアバランチを潰すどころじゃない。ミッドガルの危機だよ。シンラカンパニーがそんなことする？コルネオはありもしない計画で俺たちを脅したのか。あいつならやりそう。でも、もし本当だったら。え？万が一ってあるよね。ね、急ごう。何も起こらなかったらそれでよし。でしょ？うん、うん、ティファ！やった！6番街との境目か。とにかく7番街側の扉に入ろう。スラムにつながってるはずなんだ。簡単ではなさそうだ。あの給水ポンプを目印にしない？迷わないようにしないと。落ち着いて乗り切ろう。うん、そうだね。
最悪の事態考えちゃう。気持ち、わかるよ。七番街の破壊なんて、タチの悪い冗談。もし本当でもギリギリで中止になる。そうなる。うん。エアリス、何か知ってるの？ティファ、エアリス、一人ずつ渡ってくれ。了解。先に行くね。うん。どうも。行こう。うん。また。最悪の事態？どんな未来でも変えられるよ。私そう信じてる。そっか、そうだね。楽しいことも考えるの。七番街守れたら上で買い物どう？例えば雰囲気のある小物や食器を探すの。ティファと？よければ。絶対行く。クラウドは荷物持ち、いっぱい持たせちゃう。俺がどうかしたか？なんでもない。悪いな。いえいえ。あれってシンラの車だよね。飛び乗るぞ。外はどうだった？そっちは？異常なし。問題ない。了解。よし、行っていいぞ。私がやってみる。この中なら私が一番身軽でしょ。二人は見張りをお願い。じゃあ行ってくるね。気をつけろよ。任せて。
ティファン。おーおーおーおお。大丈夫か。びっくりした。腕力勝負？やってみるしかない。頑張ろ。もうちょっとかな。あそこまで行けば。仕上げのジャンプ見ててね。やったじゃないか。あ、これでセキュリティを解除できるかも。え？はは、うまくいったな。ん？何もしてないけど。ま、いいじゃねえか。ティファ、研究施設が何階にあるか調べらんねえか。ちょっと待ってね。あった。北条博士の研究施設65階だね。エレベーターか階段で59階のスカイフロアまでは上がれるみたいだけど、そこから上はそのスカイフロアの受付で手続きしないとダメみたい。ひとまず59階だな。うん。ああ、